大あくび大あくびしてる。はい、今ね、インチョン空港の第1ターミナルです。ちびもちと一緒に今から福岡に行きます。途中ね、じいじも参戦なんです。あのちびもちのじいじ、私の父もね、一緒に、はい、福岡旅をします。まあグルメ旅ですね。でもまあちびもちメインにちょっとアンパンマンミュージアム行ったり楽しもうかなと。今もう起きたてでさ、見てこの顔ねえ、うん、どうした、なになになに楽しみだね。ちょっと前髪切りすぎちゃって、マジでこれやばすぎる。おー、何、あ、キラキラしてるね。今ね、クリスマスシーズンでイルミがある、あっちにじゃあもう出発します。気持ちゴーゴー。はい、今待っております。ゲート前で待ってるんですが、ちびもちがもうね、あそこにあのビスキンラミンス31とね、ダンキンドーナツがあるんですよ。うわー、口すごいことになってる。ちょっと待って、やばいやばい、吹きました、吹きましたが、またつきそうな予感でね。えアイス大好きだね美味しい、なんか喜んでおります。アイス見せて、アイス、はい、アイスは何買った、はい、なんかいちごのやつでパチパチが入ってるやつ、今限定の、期間限定のやつだそうです。そうやって食べるん分かった分かったはい、見せるよ、見せるじゃあ飛行機来たら乗りたいと思います。何びっくりした、やっと博多駅に今到着した。空港着いてもそのまま博多駅来ちゃった。芋食べてるね。さっき買った芋を食べております。あのね、ちょっと飛行機がめちゃくちゃ遅れて、機内で多分50分ぐらい待った。で、今ちびもちと一緒にやっと博多駅着いたんですけど、博多駅周辺で今ちょっとクリスマス前のなんかイベントみたいなのやってるらしくって、それちょっと見に行きたいなと思って。あと博多駅内でね、前ね、展示会かな、なんかわかんない、博多物産展かなんかで食べた時のめっちゃ美味しいやつをね、ちょっとここで買いたいなと思って。行こう、ちびもち、いいですか。なんでそんな不機嫌そうな顔してんのね、それ何ねえ、さっき変顔ハマってるよね、絶対はい、行こうか、行きますよ。あった、ここカフェホスピターレ、このスフォリアテッラっていうのが前めちゃくちゃ美味しくて、あとこっちのバリバリもめっちゃ美味しい、博多バリバリ、これを買おうと思います。買おう、これ別でもパン取ろう。今自販機ね、これあの天神駅のとこ通りかかったさ、ここの自販機ちょっと熱すぎるんだけど熱すぎるって熱いんじゃないよでまずこれさ、ちょっとこの九州産温州みかんのめっちゃ美味しそうね。美味しそうだね。どんな、なんか欲しい、うん、そうで、これなんだけどさ、見てこれ、ホットミルク仕立てのカルピス、めっちゃ美味しそう。あとね、これ何、私服の和栗モンブランか、和栗モンブランね。うお、待って、揚げ物の自販機あるやん、美味しそうね。これ飲んでみる、どれがいいの、はい、指さしてごらん。ちびもちさん買いました、ほらこれです、あったかいよ、飲んでみる、これだよ、これ。なんで何その顔、開けてみようか、はい、これ飲む、ノー、私飲むよ、あ、うまっ、待って、美味しいんだけどこれ、え、めっちゃ美味しいやん。ちびもちはクーを飲んでおります。クー、やっぱクー好きだね、クー大好き、美味しいね、飲んでいいよ、うん、紹介してくれてる美味しいね。はい、今ね、ご飯を食べに来ました。ちょっとね、本当は行きたい店があったのがね、閉まってて、ちびもちもめっちゃグビグビ水飲んでる。でしかもさ、雨降ってたからもうどうしようってなって、美味しいパスタっていうね、まあ、本当に美味しいパスタのお店に来ました。めちゃくちゃ美味しそう、トッピングもね、ちょっと豪華につけてもらって、はい、今から食べたいと思います。何、はい、まず明太バケットが来ました。うん、はいはい、何ねえ、ちょっとわけわからんのですけど、見て、明太バケット来た。でもちびもちょっと辛いかな、気になるでしょう、ちょっと食べてみる、うん、はい、明太クリームパスタも来ました、 ありがとうございます。これで食べたいと思う。うわ、もう待って待ってよ、わかったわかったわかった、待って待って待って、取り分けてあげるから。ノリノリやん、なんでノリノリなん。はい、じゃあちょっと先にちびもちのね、ちょっと黄身じゃない部分、卵のない部分を取り分けます。めっちゃ美味しそうなんだけど、博多といえば明太だよね。しかもさ、ほうれん草ときのこのソテーを追加してもらった。あとなんだっけ、チェダーチーズ、チーズも追加。はい、食べていいですよ、いただきます。卵とろとろ、食べて、
の？見せてんの？どうですか？どうですか？うわー、すごいね。見せてるの？うわー、めっちゃ美味しそう。食べるよ。おいしい。めっちゃ美味しい。明太子辛くないから、ジモジいけるね。いけるね。カシさん、生麺って言ってた。めっちゃ美味しい。美味しいね。カキ、やなや。カキね。マジでめちゃくちゃ美味しいわ。なんか麺がもちもちしてる。明太子美味しいな。美味しい。あ、そうだ、黒胡椒別で持ってきてくれた。忘れてた。今日。やば、黒胡椒と全然違う。黒胡椒美味しい。一気に大人の味になった。さあ、明太子バケット。めっちゃ美味しい。あ、明太子うまっ。ちょっと食べる？うん、美味しい。これさ、クリーム、明太子クリームつけても美味しそう。ほら、めっちゃ美味しい。マジで美味しいわ。パスタ最強。美味しいな。バケットめちゃくちゃ美味しい。これ見て、たっぷり。こんなんだよ。明太子がたっぷり。美味しい。うわー、お顔が出てる。紹介してくれてる。今からやろう。はい、そうですね。すごいやん。ママ、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 落ちた？落ちたの気にしないで。美味しい。いや、それさ、話すの忘れたんですけど、博多駅でさ、クリスマスイベント行こうと思ったら、もう寒すぎてさ、で、おまけになんか場所がよくわからないし、もういいわってなって天神の方に来ちゃった。ホテルチェックインした。ババ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 バ。これさ、明太子クリームパスタだけど、明太子パスタも美味しいだよね。ついてるついてる。ママ、ママ。この辺がいいよ。食べてください。変顔せず食べてください。はい、じゃあ、じゃあ、じゃあ、次の町が食べたら出発したいと思います。ほや、好きなやつじゃない？オラフいるよ。アナと雪の女王がいいんだね。エルサがいいんだね、多分。さっきね、買ったお餅を抱えております、大福。ママ、ママ。はい。ね、ほら、いるでしょ、オラフ。言ったじゃん。オラフ好きでしょ、これ。ノー。ノー好きじゃない。エルサがいいんか。ガチャあるよ、ガチャ。ガチャ。ガチャ入れる。そう、お金入れて。ラプンツェリア。やる？やる？やばい、このぶら下がってるのやばいね。いいね、このぶら下がってるの。4枚だよ、4枚。はい、入れて。はい、入れてよ。はい。OK、回して。これ当ててよ。オッケーって分かってんのかい。硬いね、これちょっと。あ、出たんじゃない。お、取れた。どれ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 かな。開けてあげようか。どれかな。あ、待って待って待って、どれ。あ、あ、これだ。これ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 だ。だからさ、これだよ多分。これ当たりじゃない。いいんじゃない。でもう一回やりたいね。もう一回やろうかね。そうそう、それだね。はい、どうぞ。はい、もう一回4回お願いします。はい、入れてください。はい。違うこっちでしょ。ねえ、もしもし、こっちでしょ。違うやつ入れてどうする。硬い。はい、来た。待って、なんか嫌な予感するんだけど。同じやつじゃないよね。ねえ、出る？ね、え、それわかる？これだけで。ちょっと待って、開けようか一旦。ラドリュドリュ。はいはいはい、ママママ顔引っ張らないで。どれ？やって、これ来たんじゃない？あ、やった、これちゃん。あなた、よくわかったね。
それだよね、それだよね、よくわかったね。見えてるね。そうそう、それ合ってるわ。すごいね、追試わかんなかったわ。やった、これとこれ当たったよ。見えてるの？帰ったらちょっと組み立てようか。うん、帰ってくるかーした。うん。行こうか。はい、今ねホテルに戻ってきました。大雨だよ、ザーザー降り。これなんかあの博多駅でちんもちが選んだんだけど、このちゃんもちさん可愛くない？あ、ごめんごめん、はい、ごめん、取らないよ。ちんもちこっちもあるよ。わかったってば、取らないよ。ちんもちこれもあるよ。なんか一緒にさ、あのこの仲良しマグネットのこれも買った。もうさ博多関係ないよね。単純にちびもちが欲しいやつ見つけて、これなんかマグネットでこれ遊ぶやつ、マグネットボードがあってこうペタペタキャラクターを貼り付けるやつで、っていうかさ、これちょっと待って、これ見て、これさ、あの博多駅のカルビープラスで買ったさ、博多コレクションって書いてある。なんかめっちゃ美味しかったんですよ、試食させてもらって。なんかいろんな味があって、なんか博多限定が確かこの鶏だしと甘口醤油の九州醤油味、なんか分厚いポテチみたいな感じのやつで、こっちも博多限定だったかな、明太子味。なんかサイズ的には小さいんだけど、こんなの分厚いよね。明太子もめっちゃ美味しい。エッセンポテトっていうやつだ。今日はね初日バタバタだったんですけど、ちょっとねもうちょっとあの次の日からは博多とか福岡が濃い動画になると思うので、よかったら見ていてください。ちょっとねも動画のね上がるペースをもっぱんとこの福岡旅行って交互に行こうかな。じゃないと福岡旅行続くとさ、もっぱんがずっとなくなっちゃうからっていう出し方するかもです、と考え中です。ということで、まあどっちが出るか楽しみにしてください。で福岡旅行、あーちょっと電気消さないです。はい、そう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 、それでいて、ということで、以上福岡旅行1日目初日でした。バイバイ。ちんもちバイバイして。バイだって。いいよもう見せなくて。わかったわかった。ね、霧みたいな下だね。はい、じゃあ飛行機行ったら乗りたいと思います。で、よかったやん。はい、じゃあ飛行機来たら乗りたいと思います。